どうもありがとうございました。引き続きましてお送りいたします曲は学生歌青春ののろしでございます。この学生歌青春ののろし、歌っていると時が止まり、学生時代に帰ることもできるタイムマシンもびっくりの曲なのでございます。本日演じますはこの男、この男とにかくゆるキャラが大好き。本日も南会津町のゆるキャラんだべに出会えることを今か今かと心待ちにしているのでございます。新潟県立新津高等学校出身、経済学部現代ビジネス学科リーダー部3年、小林優馬でございます。Thank you.
ましてお送りいたします曲は応援歌チャンス放生でございます。この応援歌チャンス放生、聴いた方に必ずチャンスがやってくることで有名。さて先日、女子サッカー日本代表の澤穂希選手が一般男性と結婚したのも、澤選手がこの応援歌チャンス放生を常日頃から聞き続けていたからというのはあまりの有名な話。彼女いない歴イコール年齢のこの私もぜひあやかりたいものです。頑張れ。本日演じますは本年度団長を務めます長崎義満、並びに本年度リーダー部責任者を務めます風間淳也、並びに山口県立山口高等学校出身、文学部地理学科リーダー部3年吉野瑞樹、以上3名。本日は曲の頭に未来県から吹く風を加えた夏季合宿成果発表会スペシャルメドレーでお送りいたします。Thank you.
神谷さん、やっぱりまずはご飯が美味しい。そして面積が広大すぎる。だから大声出しても近所迷惑になんないし、練習から逃げようとする下級生が出てこない。この第3部リーダーステージ、リーダー部、チアリーディング部、吹奏楽部、3部一体となる応援、野球応援を使うチャンス旺盛なので、皆さんバッチンバッチン拍手して盛り上がってほしい。はい、